俳優阿部サダヲが主演を務める TBS 系金曜ドラマ不適切にも程がある。毎週金曜あと10時の第7話が8日に放送され、衝撃的なラストシーンを迎えた。第7話は昭和では消えた純子河合由美の行方を心配したムッチ先輩磯村勇とが清志坂本愛藤を問い詰めていた。そこでタイムマシンのことを知ったムッチ先輩は栄え吉田羊のもとへ乗り込んでいき、というストーリーが展開された。一度は騙されてタイムスリップに失敗したムッチ先輩だが、第7話ラストで本当に令和の時代へやってくる。しかもそこで出会ったのは未来の息子秋津雅彦磯村勇とで、というシーンで終了した。ついに磯村勇とが一人に役で演じる W 秋津が早退することなり、視聴者の間では衝撃が走っている。工藤官九郎氏が書き下ろす意識低い系タイムスリップコメディ、1986年から2024年の現代へタイムスリップした昭和のおじさん小川一郎阿部がコンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくストーリー。